おい、そこのチケット。兄弟&姉妹たち、次の試合は本日の最大イベントだ。これまでにない刺激、驚きに満ちた対決。渋い顔と抜群の実力を持ったスーパールーキー、その名は冷徹な総龍。青髪のイケメンからの推薦だ。そして彼の相手は感情のない可燃爆発物のロボット正体、スバローグさんに参加を。他にロボット正体との戦いを希望する奴がいなかったから、このバトルは冷徹な総龍が一人で応戦することになったぜ。彼本人はどうでもいいなんて豪語しているが、では第1758回剣王大会準決勝始め。早く助けに行かなきゃ。おや、これは想定外の事態が発生したぞ。2名の観客がリングに乱入。冷徹な総龍とチームを組みたいのか。やっと起きたのか。うん、起きてすぐにタンクを探してたんだ。ほら、あんたが危ない時に駆けつけたでしょ。お礼なんていらないからね。彼らの熱意が伝わってきたぜ。このスポーツへのまばゆい情熱だ。しかし改めて注意させてもらうが、ファイトはプロ向けで非常に危険だ。だが総龍選手は試合を続けてもいいと合図をくれたぜ。もう待ちきれないようだ。いいぞ。彼らの拳とロボットの鉄の皮、どっちが硬いか、いざ勝負。お前らが来なくても一人で解決できる。ほんと口下手なんだから。気づいてないんだ。罰を下す。ナイス。勝者は冷徹な総龍。そして飛び入り参加した2名の観客。観客、うちらにもかっこいいあだ名をつけてよ。あ、そう、諦めた。確かにセンス悪すぎ。オーズ、まだ遠くには行ってないはず。周囲を探してみよう。あ、どうも、あなたたちだったんですね。尾行されてる気がしたので追いはぎかと思って足を速めたのですが、知っていたら大歓迎でしたよ。デタラメ言わないで。不安だったから逃げただけでしょ。僕が？あそんなバカな。我が人生に恥じることなどありません。まさか知らないうちに何か失礼な行為でもしましたか。じゃあ次はやめてください。本当にびっくりしましたよ。いやいやいや、うちは本気だよ。うちらを誘拐して地下に連れてきて一体何が目的なの。ここに連れてきたのはどうしようもなかったからです。地上は危険すぎますから。僕たちは全員お尋ね者なんですよ。地下はどこも劣っていますが、その代わりシルバーメインは追ってこない。絶
対に安全だとも言えるでしょう。だとしても気絶させる必要はないだろう。あの時は危険な状況だったので持って。まだ遠くには行ってない。あ、どうも、あなたたちだったんですね。尾行されてる気がしたので追いはぎかと思って足を早めたのですが、知っていたら大歓迎でしたよ。デタラメ言わないで。不安だったから逃げただけでしょ。僕が？あそんなバカな。我が人生に恥じることなどありません。まさか知らないうちに何か失礼な行為でもしましたか？あっちゃー、次はやめてください。本当にびっくりしましたよ。いやいやいや、うちは本気だよ。うちらを誘拐して地下に連れてきて一体何が目的なの？ここに連れてきたのはどうしようもなかったからです。地上は危険すぎますから。僕たちは全員お尋ね者なんですよ。地下はどこも劣っていますが、その代わりシルバーメインは追ってこない。絶対に安全だとも言えるでしょう。だとしても気絶させる必要はないだろう。あの時は危険な状況だったので持っていたものを投げてしまいました。何かを隠すためじゃないのか？俺たちのような人間に知らせたくない秘密とか。タンコ、秘密って？詳しい内容は知らないが、きっと何かを隠しているのは間違いない。いいでしょう。無料で手をお貸しいたしますので言いふらさないでくださいね。誠意を持って皆さんを遅延のところまで案内します。地下のすべては彼らに聞くのが一番早いですから。ニーズがあるからでしょうか。こちらのお兄さんから聞きました。性格とやらを探してるとか。聞くだけで凄そうですが、支援ならきっと手がかりを持ってるはずです。ファイトクラブで優勝すれば手がかりを入手できると言っただろう。あ、そうですよ。優勝すると名を広められる。名を広めれば遅延に会える。この流れで問題ありません。もちろんただではありません。しかし理由がないなら探せばいい。皆さんの腕前ならチップはいくらでもありますよ。正直に言ってこの世界で生きる術を一言でまとめると、ニーズを探すことです。ニーズが分かれば方法を考え出せる。十数年も封鎖された地下で座して死を待ちたくない者がいるのも当然でしょ。僕が言うならバカ、一本木、クソ真面目です。でも僕の考えは重要じゃありません。地下の秩序を保つために自発的に組織された行動派です。シルバーメインが離れてから地下の秩序は遅延が維持しています。でも舐めないでくださいね。達人は野にありという言葉を聞いたことはありますか？遅延にはすごい人が集まっているんです。見ればわかるはずですよ。ご安心を。この散歩、助けてくれた友を見捨てるなんてできません。で、その遅延という組織の仕事は？何でもやってます。秩序を維持し、資源を集めて物資を配るとか。物資といえば僕のビビたるメンツもここから来ています。あれ、
ジョシュアがここにいないなんて。あの光る鉱石は？ああ、あれは地髄。エネルギーを提供できる鉱石です。地上と地下が封鎖された今、地髄の輸送ルートのみが動いています。地下が鉱石を送れば、地上が物資を下ろしてくれるんです。下層部の住民の大半は鉱夫で、地髄を採掘して生計を立てています。地髄がなくなると、この世界の人間は凍え死ぬでしょう。ふん、ここにはいないみたいです。さあ、行きますよ。大丈夫だ、心配するな。オレグもいないようですね。皆さんどこに行ったんでしょう。まさかまたうちらを騙そうとしてるんじゃないよね。そんな、まさか。安心してくださいって、すぐに見つかります。あそこの大きい建物は何？あれは炉心ですよ。上下をつなぐ柱でもあります。昔はあの柱を通して上下を行ったり来たりしていました。それで長い話になります。とにかく今の上層部と下層部は連絡を絶っている状態です。お前以外はな。お兄さん、その話はもうやめるって約束したじゃないですか。普段はこの時間になるとゼーレが見張りをしてるはずですが、支援の連中は一体何をしているんでしょうか。僕を避けてる？ほら、あれを見て。どうやら揉めてるみたい。皆さん、じっと見てるだけのつもりですか？このことが明るみになったら困るのですが。そう言われると困るところを見てみたいかも。注目されるのは困るが、あの娘を放っておくわけにもいかない。そう、炭鉱さんのおっしゃる通りです。助けに行こう。調子に乗りやがって、こっちも手加減しないぞ。よくも暴れてくれたわね。手合わせしようじゃない。やべ、つらかるぞ。へたれどもが。ゼーレさん、いいところに来てくれました。感謝してもしきれません。あの流浪者たち、遅延の縄張りで暴れるなんて。黙りなさい、散歩。スバローグの脅威はゆっくりと解決すればいいわ。今は遅延のことの方が優先よ。下層部に降りてきたシルバーメインがいると聞いたけど、あんたね。あなたたち、
私をここに連れてきて何を企んでるの？何を企んでるの？だって自分がまだ上のお嬢様だとでも思ってるのかしら。地上での暮らしは心地いいでしょ。地下がどんな風になったのか知ってる？地下の人間がどうなったのか考えたことはある？シルバーメインだって心地よく地上で暮らしてるわけじゃない。ずっと敵と戦ってモンスターからベロブログを守っている。地上と地下のみんなを守っている。うまいことを言うのね。地下の何を守ったの？シルバーメインを引き上げさせ通路を封鎖したのはどうせ喧騒者を守るためだけでしょ。守護者様にはご自身のお考えが。とにかくついてきてもらうわ。ボスがあんたたちに会いたがってる。聞きたいことがあるらしいの。奇遇ですね、ゼーレさん。僕たちもちょうどボスに会いたくて。どこしてもよろしいでしょうか？誰があんたなんかと。こいつらは？名前だけ教えてどうすんのよ。ここの方々はボスの役に立つ人材で、ちょうどこれから連れて行こうと。ここに来たのは性格というものを探すためだよ。あれが薬剤をもたらした元凶で、探し出せばきっと。お姉さん、それは誰にでも言っていいことじゃありません。ゼーレさんは何も知らないからボスに聞きましょう。確かに知らないわね。それにあんたたちの伝言を受けるつもりもない。遅延が大航空のあたりで厄介ごとに遭遇したの。ボスは今その件を処理してる。本当に会いたいなら航空の入り口で私を探すといいわ。じゃあね。Thank you.